はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。皆さんは使用量徴収デッキというのはご存知でしょうか。まあ、使用量徴収モンスターっていうのがまあ遊戯王にはいましてね。まあ、例えばまあマスカレイドは有名ですね。これ融合召喚したこいつがいると相手は600ライフを払わなければカードの効果を発動できないよっていう、まあ、そういうカードなんですけれども、これねマスカレイドみたいな効果をしたモンスターって他にもいましてですね、まあ、こいつ600っていうライフコストなんですけれども、例えばですねこれとか、オッドアイズグラビティドラゾン、これはね、このカードがモンスターゾーンに存在する限り相手は500ライフポイントを支払わなければ、カードの効果を発動できないっていう効果なんですよ。で、魔力の風っていうカードもありまして、これ500ライフを払わなければお互いに、手札からカードをなんかそのセットしたり発動したり、召喚特殊ができないっていう効果なんですよね。で今回やっていくことはですね、このモンスターと魔法カード全部発動しまして、マスカレード3体、それからオッドアイズグラビティドラゴン3体、それから魔力の火星を3枚、これを全て発動しまして、相手は何かを発動するときに、4800のライフを払わないと、カードが発動できないっていう使用料4800円支払ってくださいっていうね、これをやっていきたいというふうに思っております。コンボパーツあまりに多いんですね。これ、めちゃくちゃきつくて、そもそもオッドアイズグラビティとか3体出すのもきついし、魔力の数3枚発動するのもきついし、マスカレード3枚出すのもめちゃくちゃきついんですよ。なので、デッキ作ってきたんですけども、時間足んねえ。ソリティアして、ある程度その、コンボパーツを集めるのに一応今回はコンボパーツ多すぎて原初の種使ってるんだけど、原初の種のそのムーブをするのにコンボパーツかき集めるのになんか600秒か700秒ぐらい使うんですよね。なのでちょっとランクまでは無理でした。完全にやってはみたんだけど、あとコンボパーツ揃うのめっちゃ確率低いんですよ。ヒーローアライブと原初の種とマジクロニクルか封印の黄金したらいいんですけど、3倍コンボをこの58倍っていうクソみたいなデッキの枚数で集めるのマジで無理だから、まあちょっと今回はね申し訳ないんですけどルーム制になっているということだけちょっとお伝えしておきます。はい、成功率ね体感何パーかよな、 0.5% ぐらい体感ね体感 0.5% の、使用料4800円徴収デッキ早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。これワンチャンじゃね。いやマジでさ、このデッキ苦行でしかないよマジで。頼むマジで、なんか来てくれ頼む。あ、原初来た、原初来た、原初来た。あれこれいけるな、これはいけるぞ。このなんか58枚ぐらいのデッキの3枚コンボが決まったんじゃないか。これそろそろ待ってくれ、ヒーローアライブ発動、ヒーローアライブ発動、アライブでとりあえずエロメンタルヒーローエアーマンを出していくこれは間違えるわけにはいかねえ。まずはシェンシェンユニオンキャリア解約の盤面を作りに行こう。まずはビジョンヒーローバイオンを召喚、バイオンの効果を発動。これちなみにユニオンキャリアとなんだっけシェンシェンとまあユニオンキャリアに解約装備してるという状態にしたいですけど、まあ、その場面を作れればいいので結構ね、まあ、トマホークとか出せればなんか意外といけたりするんですけど、まあ、ヒーローアライブは一番初動なんでね、まあ、その代わりメインデッキにカードをめちゃくちゃいっぱい入れないといけないからあれなんだけど、まあ、どっちでしょう、トマホークも結局その2枚で出さないといけないからな、めちゃくちゃむずいんだが、まあ、とりあえずサンライザー、あとエクストラデッキ結構圧迫するんですよねこのデッキ割と。でとりあえず、ディアボリックガイを発動して、ディアボリックガイの効果を発動、特殊召喚。でこれ緊張してくんだ、これ間違えたら終わるぞ、これマジで決まんないからビビるぐらい決まんないから、ありえん成功率だよね。体感 1% ぐらい、体感100回やって1回成功するかみたいななんかもうちょっとなんかソリティアが上手い人はなんかもしかしたら一番初動までいけるのかな。いやでも多分シェンシェンとなんか開脈とあと何封印のゴイスと原初のために用意するのに1枚とかでいけるの、わかんない、天才ソリティアマンみたいなやつがいたらいけるかもしれないけどね。俺には無理だった、俺には無理だったが一応強引に作ってきたので、
まあ、とりあえずここで終電の剣を戻す効果チェンジ、週末の騎士と妖刀をチェンジしていくと。いや、今回ですね、一応コンボパーツ全部で16枚ぐらいあるんですよね。一応コンボパーツ16枚ってデッキある？ありえんこと起きでしょ。なんか16枚かき集めるってもう理論上不可能じゃん、マジで。なんで、まあ、ちょっと原始のためのループをするしかないかなっていうところだったんですけども、まあ、とりあえずライナちゃん出して、でライナちゃん大活躍してからのここで、イゾルでライナちゃんでセレーネで、セレーネの方がそうやっぱね、このなんかセレーネっていうぶっ壊れモンスターがね、ソリティアには欠かせませんよね。でここでサモンプリーストを得しようかん。でサモンプリ効果でさっき持ってきた妖刀を、妖刀じゃねえや、俺滝水切って、でドリアロとかいうぶっ壊れモンスターらしいく。でこれはデッキトップ操作できるんだけど、地属性と水属性と火属性と風属性のモンスターをデッキトップに置くよっていう効果がありましたね。でこれで、このカードをスカルデッドで引いていくみたいな。で、まあ、こう順番どうでもよく全部引くから。で、ミラクルフュージョン発動。そのミラクルフュージョンの効果によってザ・シャイニングを出していく。モンスター用意できるからね、ヒーローは強いんですよね。やっぱりモンスターの数、頭数を増やせるから、はい。でスカルデッドぶち込んでいく。これで4枚ドロー、3枚戻し、さっきデッキトップに置いたカードを全部ドローできる。いけスカルデッドで、いけ、うわー4枚ドロー、爆破だドーで、エアーマンと、オーパールヘッドとかいうダレアネモンスターと、デスピアワートでサーチするかこれいらないな。まあ一番いらないのはどっちかっていうと階段まではあるけど、うん、こっちの方がいらないな。もしか、これで、でだ、スカルデッドの効果を発動するぜ。スカルデッドの効果によってレスキューフェレットを特殊召喚し、そしてレスキューフェレットの効果発動。やっぱハリーファイバーがなくなるとめちゃくちゃきついんですよね。ちなみにハリーファイバーが生きていた頃は、あのハリーファイバーが成立するハンドであればいけました、いとも簡単に。だからこんなにクソみたいなね、なんかソリティアしなくてよかったんですよ。もしハリーファイバーさえできれば、なんかイゾルデからハリファイバーつなげてなんかラドンしてみたいなことできるんだけど、いやめちゃくちゃきつい。やっぱハリファイバーっていうモンスターはねめちゃめちゃ強かった。うん、今思えばな、まあ、このなんかファラオの化身とかいうねモンスターね、意味わかんないんだけど結構強いんだよね。ファラオの化身くんなんか進化するになると墓地が蘇ってくるところがあるから、これでなんか急進化までつなげていくっていう、そういうスタイルね。で、ゲンツイリーとかいうモンスターとスカルデッドでユニオンキャリアして、これもうちょっとなんかいいルートあったら教えて、エクストラデッキを圧迫しない範囲で、はい、支援者出していく。いけ、準備は整った。いや、ここまで長かったよ、ここまで長かった本当に。これ効果はそうしなくてもいいよ別に。あとはね、ひたすらコンボパーツ集め続けるだけなんだ。ユニオンキャリアの効果発動して、ユニオンキャリアに開闢の、使者をつけると、そうするとフィールド上に開闢がいる状態になるから、あの原始の種発動できるんですよね。原始の種は除外されているカード2枚を、ね、回収するっていう効果なんだけども、封印の黄金石で原始の種を除外していけば、これで原始の種で原始の種を回収するっていうコンボが成立するんですよ、はい。で原始、こうするともうね、あとはね、除外されているカードをね回収し続けることによってね、アドバンテージを稼いでいくことができるんでね、これで封印の黄金室、で除外したコンボパーツをもう一回、原始の盾で回収するってクソみたいなソリティアが始まるんで、これ多分さすがにカットすると思う。ここめちゃくちゃ長いから多分ここから。よし、これでラストだな。長かった、長い戦いだった、本当にあまりにも長い戦いじゃあテグダのマイスやばいな。まずは異次元の精霊の効果を発動する。どこに異次元の精霊がいるかさ、もうもはや分かんないぜ。異次元の精霄の効果によりユニオンキャリアをリリースして、リリースとか除外して自身を特殊召喚するぜ。そしてレベル9のシェンシェンにレベル1の異次元の精霊をチューニング、新規の召喚現れろ、フルールドバラネス。そしてフルールドバラネスは即刻退場してもらう
であの退場するためにちょっと盤面邪魔なんで、こいつらちょっと邪魔なんで一回どかしてもらって、オッケー、よし、こっからは史上最強のソリティアを見せてやるぜ。まずは手札にマジックカード融合を発動。融合の効果により、デスピアモンスターと闇属性モンスター、また光属性モンスターを融合召喚し、融合召喚を行う。アドリビディムプラス、デスピアンですね、これね、これ間違えて終わりますよ。ここまでやって間違えて終わる、さすがに。それでは20分くらいしてるから、もうここで間違えて終わる。で、行け、マスカレイド、格尺竜マスカレイド1体目。そしてアドリビディムの効果を発動。アドリビディムの効果によってデスピアンが、前に戻る。よし、そして、手札よりマジックカード楽園劇場デスピアを発動。楽園劇場デスピアの効果により手札およびフィールド上より融合素材を墓地を送り、融合召喚を行う。現れろドラマトゥルトゥルギアと、フィールド上に存在する悲劇のデスピアを融合素材にし、融合召喚、格尺竜マスカレイド2体目。さあ相手の税金を徴収していけ、使用料を、カード使用料を徴収していけ。そしてデスピアのドラマトゥルギアを特殊召喚していくぜ。このカードは融合素材やった場合墓地から特殊召喚できる。そして手札にマジックカード赤の楽園を発動。自分の墓地のデスピアモンスターを回収し、そのモンスターを含まなくてもいいけど融合召喚ができる。もちろん融合召喚は行っていくぜ。俺はフィールド上に存在するドラマトゥルギアと、それから、悲劇のデスピア、あ、悲劇のデスピア、これ1枚でいいんだ、これ悲劇のデスピア、これ1枚でいいんだ、これ。行け、格尺竜マスカレイド3体目。おらー、そして手札よりマジックカード高等儀式図を発動。このカードの効果により手札の儀式モンスターをデッキの通常モンスターを墓地に送るによって儀式召喚を行う。俺はガーネシア・エレファンティスとかいうダリアネモンスターを墓地に送り、現れろオットワイズグラビティドラゴン。このカードはフィールド上に存在する限り相手がカードを発動するときに500ライフポイントを払わなければカードの発動ができない。そのモンスターを今から3体並べてやるからな。行くぜオットワイズグラビティドラゴンを、ガーネシア・エレファンティスの空に儀式しようか。ガーネシア・エレファンティスの空はマジ誰でもいいです。レッドアイズもいいし、さあ行け、オットアイズグラビティドラゴン2体目。そして3回目の高等儀式術を発動。高等儀式術の効果によりオットアイズグラビティドラゴンを儀式召喚3体目。うおらうおらそして手札にマジックカード魔力の火星を発動。このカードがフィールド上に存在する限り手札からカードを発動、セット、召喚、特殊召喚する場合500ライフポイントを支払わなければカードを発動できない。俺もライフを支払って魔力の火星を発動していくぜ。これが最強盤面、見よこのフィールド圧倒的使用量徴収デッキ、完全に闇金龍島君と言ってもいい。お前はカードを発動するためにライフポイントを4800しかない。カードを1枚発動することに4800ものライフポイントをお前は知らなければカードを発動することはできない。さあかかってこい。いやマジでよく決まった。いやめちゃくちゃ疲れた、めちゃくちゃ疲れたもん。ありえんほど疲れたわ。もう二度とやりたくねえこのソリティア。さあマレクの火星を発動するぜ。さあお前は1500ポイントのものライフを払ってカードを発動したければならない。そしてオットワイズグラビティドラゴンズ、うるせえうるせえ、あのカラクリのカラクリのメイト、うるせえピーとか言ってる、うるせえお前。俺ら4800万だ、楽園開幕が打つだけで4800万。ちなみにこれも出てくるアルベルとか効果発動できるんじゃねえか。ああアルベル君召喚するが特殊召喚成功した場合の効果はもうライフポイントがねえから発動ができねえ。あ、何あれ、何これ、え、あ、召喚はできんのか、なるほど。だから効果を発動することはできねえ。まだ発動する、お大丈夫か、お前もライフ残り200しかないぞ。お前もライフ残り200しかないぞ。なんだこのヤクザデッキ、あまりにもヤクザすぎる。
ちなみに、4800のライフ支払わせる前に僕もめちゃくちゃライフ払ってるんですよね。ちなみにこれ自殺できるもしかして、これ自殺とかいうことできるの、これもしかして魔力の稼い、魔力の稼い自殺できる。これあもう何もできないんだこれ。何もできないんだ、じゃあ殴るしかないじゃん。バトルくたばれー、うわー、おらー。闇金龍島くんコントロールデッキ最強。